疲れ様でした。いやもう本当に素晴らしい試合を決めるゴールを決めてくださいました。今シーズン初ゴールだったかと思いますが、ゴールシーン振り返っていかがでしょうか。そうですね、まあ本当チャンス自体チームも多かったんで、そろそろ決め切りたいなっていうのもあったんで、それが決められて、まあ良かったです。本当に素晴らしいゴールでしたが、その後にも後半の時にぐいぐいとボールを運んでいく姿が印象的でした。この後残りの試合もご自身はどんなプレーを見せていきたいですか。そうですね、しっかり、まあ、本当チームの得点に貢献できるように、まあ、今日みたいにどんどん攻撃参加しながらも、まあ、サイドバックなんでしっかりディフェンスも貢献できるように頑張りたいです。それでは最後に施設への意気込みとファンサポーターの皆様へのメッセージをお願いいたします。そうですね、まだまだ僕たちチャレンジャーのつもりで、一戦一戦頑張ってくるんで、スタジアムに足を運んで、みんなで戦いましょう。素晴らしいゴールを決めてくださいました阿部選手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。さあそれでは続いてはこの方、背番号20番野田貴大選手です。まずは試合お疲れ様でした。お疲れ様です。今日ブルース相手ということでしたけれども、今日試合前どんな気持ちで臨みましたか。まあ僕としてはいつも通り試合に勝つために準備してきました。試合中も本当にすごく今日も元気いっぱい走り回っている姿が印象的でしたが、ご自身のプレー振り返っていかがでしょうか。まあ、まだまだ改善する部分も多いですし、まあ、リーグ優勝するため、そして昇格するためにまだ一つ一つ突き止める部分も多いと思うので、まあ、そこを練習からまたやっていきたいと思ってます。いいですね、このキャラがいいですよね。で最後に、次節へ向けての意気込みとマンサポーターへのメッセージお願いいたします。今日は久しぶりの有観客ということで、皆様ありがとうございます。まあ、なかなか無観客という形で、まあ、会場に来られない日々も続いたのですが、 SNS を通して僕ら選手はすごくパワーをもらってます。それで、まあ、今までなんとか勝利を積み上げることができているので、まあ、今後とも、まあ、この形が続けば一番いいのですが、まあ、どうなるかわからないので、まあ、今後とも応援よろしくお願いします。まだまだ戦いが続くので、僕としてもまあ得点に絡めるように、そして勝利に絡めるように頑張るので、僕のことをよろしくお願いします。どうですか、チーム全体の応援お願いします。野田選手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。非常に野田選手が盛り上げてくださいましたが、続きまして背番号4番内田蓮平選手です。まずはお疲れ様でした。お疲れ様です。試合を振り返っていかがでしょうか。いや、とにかくホームは勝利が必要だと思ってたんで、勝ってよかったです。首位に相手ということでしたけれども、いつもとお気持ちは変わらずに臨んだんですか。そうですね、僕らも優勝目指してやってるんで、強い気持ち持ってやりました。そして1対0で0点に抑えたというのが非常に大きかったと思うんですが、ディフェンス面振り返っていかがでしょうか。まあ、危ないシーンも何度かあったんですけど、最後のところでディフェンス陣、キーパー、体張れてたし、前線の選手もすごい頑張ってくれたんで、ゼロっていう結果がついてきたんだと思います。それでは最後にファン、サポーターへのメッセージをお願いいたします。いつも応援ありがとうございます。で今日も最高の雰囲気を作ってくれてありがとうございます。このまま勝ち続けたいと思うんで、これからも応援よろしくお願いします。背番号4番、内田蓮平選手でした。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、さあ、それでは改めまして、最後に中村敦史監督にお話を伺いたいと思います。まずは、首位のゾーンズにしっかりと勝ち切りました。今のお気持ちいかがでしょうか。ほっとしてます。はい、今、笑顔が見えましたけど、試合内容を振り返っても、攻守ともに素晴らしいプレーが目立ったと思うんですが、試合内容を振り返っていかがでしょうか。みんな集中して、プレーしてくれてたので、まずはそれが良かったのと、まあ、ボンズさんもいろいろ事情があって、まあ、本当は勝たなきゃいけないっていう強い気持ちで来ると思っていたので、まあ、それを受けて勝たないようにしっかりと選手に伝えて、まあ、それも選手しっかり理解してやってくれたと思います。はい、今シーズン初のナイターゲームとなりましたが、会場の雰囲気はいかがでしたか。涼しくていいですね。そうですね、はい、
はい、それでは改めて次節への意気込みとファンサポーターへのメッセージをお願いいたします。今日首位のボンズにとりあえずは勝たせてもらったんですけど、まだ全然リーグ戦まだまだ先があるので、まあ、このせっかく勝った1勝を無駄にしないように次もしっかりと気を引き締めて勝ち続けられるように、やっていきたいと思います。サポーターの皆さんはぜひ、コロナの緊急事態が明けて見に来れるようになったと思うので、ぜひスタジアムに来て応援してください。お願いします。ありがとうございました。中村敦史監督でした。ありがとうございました。